皆さん、こんにちは。テレビや映画で活躍しているベテラン俳優の里見浩太郎さんは、若い頃は東映映画で時代劇に専門に出演していました。里見浩太郎さんは若い頃に起訴されたことがあると言われていますが、それは真実なのでしょうか。里見浩太郎の現在や結婚相手についても紹介します。里見浩太郎さんは東京市渋谷区道玄坂の病院で生まれ、幼少期に静岡県富士宮市に引っ越しています。高校まで富士宮市で生活し、卒業後に上京しています。高校卒業前に NHK のど自慢に出演して合格していますが、この経験が芸能生活の原点になったと語っています。里見浩太郎さんの佐野家は武田信玄の父の代から武田家に仕えた家系だったことが分かっています。里見浩太郎さんの祖父の代は村で有数の財産家として知られていました。ただし父親が戦死し母子家庭になったこともあり、里見浩太郎さんの子供時代の生活は楽ではなかったようです。里見浩太郎さんは静岡県立富士宮北高等学校の卒業生で、高校時代は音楽部に所属していました。卒業後に上京して、叔父が経営していた築地の魚卸業の会社に就職しています。里見浩太郎さんは働きながら歌手を目指しており、レコードデビューも内定していました。順調に歌手としての道を進もうとしていた里見浩太郎さんですが、知り合いの女性が東映ニューフェイスに勝手に応募したことで俳優としての道を歩むことになります。1956年に第3期東映ニューフェイスに合格することになり、東映に入社することになりました。映画座で6ヶ月勉強した後に、大泉スタジオに残るか京都撮影所に行くかを選択することになります。時代劇が好きな里見浩太郎さんは京都撮影所に独身寮があったこともあり、京都撮影所の専属になります。そして1957年に映画天狗街道で俳優としてデビューします。天狗街道の3本目の時に大ヒットした映画里見八犬伝にちなんで里見浩太郎という芸名をつけてもらいます。4本目の出演作となる1958年の映画金獅子門行くところで初主演を果たします。映画の主題歌金獅子門道中歌を歌い、歌手としてもデビューしました。時代劇映画や任侠映画で活躍していた里見浩太郎さんですが、撮影所の改革で時代劇は映画からテレビに移行していきます。里見浩太郎さんは時代劇映画を守るために俳優組合に参加しますが、組合活動はうまくいかずに映画は任侠映画中心になってしまいます。任侠路線は合わないと思った里見浩太郎さんはテレビ時代劇を中心に活動するようになります。1970年に里見浩太郎から現在の芸名に改名しました。時代劇だけでなく刑事ものやアクションものにも多く出演しています。里見浩太郎さんといえば最もイメージが強いのが水戸黄門でしょう。里見浩太郎さんは1971年の水戸黄門第3部から第17部まで16年半にわたって助さんこと佐々木助三郎を演じています。2002年には水戸光圀役となり5代目の水戸黄門を演じました。その後シリーズ終了となる2011年まで水戸黄門を演じています。里見浩太郎さんはデビュー間もない頃に映画で渥美格之進を演じたこともありました。そのため水戸黄門、助さん、格さんの3人を演じた唯一の時代劇俳優でもあります。その後里見浩太郎さんは1970年代後半になると舞台活動も積極的に行うようになります。名古屋御園座での座長公演、東京の明治座、大阪の梅田コマ劇場などの舞台に出演しています。1980年代に入ると舞台でも主演が多くなっていきます。80年代以降は歌手としての活動も多くなり、ディナーショーやコンサートなども精力的に行うようになります。そんな里見浩太郎さんは
現在もテレビドラマや舞台などで活躍しています。里見浩太郎さんの現在の活動についてまとめました。85歳になった里見浩太郎さんですが、現在も俳優として活動しています。2020年4月から NHKBS プレミアムで放送された小吉の女房にては、11代将軍徳川家斉の側近中野清重役で出演しました。2021年6月30日に放送された特捜9シーズン4の最終回では警視総監役で出演しています。里見浩太郎さんの公式ホームページではテレビ、舞台出演 CD 発売などの最新情報を知ることができます。里見浩太郎さんは2021年10月に京都府立文化芸術会館で行われた舞台にも出演しています。舞台は東映建会の創立70周年を記念した東映建会創立70周年記念公演です。里見浩太郎さんは OB として昼の部に特別出演しました。また昼の部にはゲストとして藤岡弘さんも出演しています。 YouTube では創立70周年の記念動画も公開されました。そして2021年3月には名古屋御園座で水戸黄門の舞台にも出演しています。名古屋御園座で12年ぶりの座長公演ということでも話題になりました。舞台は2部構成で、一部の水戸黄門春に咲く花に里見浩太郎さんは水戸黄門役で出演しています。第2部は里見浩太郎 VS 純烈大いに歌うというタイトルで、純烈をゲストに迎えた歌謡ステージでした。そんな真面目なイメージのある里見浩太郎さんですが、若い頃に書類送検された、起訴されたというエピソードがあります。一体どういうことなのでしょうか。里見浩太郎さんが若い頃に起訴されたエピソードをまとめました。里見浩太郎さんが起訴されたのは1965年のことです。1960年代は芸能人などの著名人が銃を所持する事件が多発していました。映画俳優2人がハワイから拳銃を持ち込んだという情報を得た京都府警は1963年に捜査を開始します。間もなく1人の俳優が捜査線上に浮かびます。拳銃を密輸したとして最初に検挙されたのは山城慎吾さんでした。山城慎吾さんは1963年末に拳銃所持が発覚して1964年春に罰金刑を受けています。しかしもう一人の俳優はすぐには分からず、1963年にハワイに行っていた俳優6人を調べることになりました。その後拳銃を持ち込んだもう一人の俳優が里見浩太郎さんであることが発覚します。1965年に2人は銃砲刀剣類所持と取締法違反と関税法違反で書類送検され起訴されました。里見浩太郎さんと山城慎吾さんはハワイのホノルルで興味本位でピストルを1丁ずつ購入します。1丁50ドルだったため当時のレートでは1万8000円でした。山城慎吾さんは撮影所で射撃の練習をした後に飽きたので暴力団の幹部にピストルを渡しています。里見浩太郎さんは帰国後に怖くなり、購入から4ヶ月後に山城慎吾さんにピストルを渡したそうです。起訴された里見浩太郎さんは1965年2月に懲役8ヶ月執行猶予3年の判決を言い渡されます。山城慎吾さんは懲役10ヶ月執行猶予3年の判決を受けました。里見浩太郎さんはお酒も飲まずに真面目な印象があっただけに、この事件で受けた痛手は大きかったと言われています。東映から謹慎処分を受けた里見浩太郎さんは静岡県の方向寺にこもって座禅を組むことになります。また里見浩太郎さんは2度結婚しており、子供がいることも分かっています。里見浩太郎さんの結婚相手や子供の情報についてまとめました。里見浩太郎さんは1966年に一般人の女性と最初の結婚をしています。一般人の女性なので名前や詳しい情報は不明です。ただし産婦人科の娘という情報やミス横浜に選ばれたことがあるなどの情報があります。馴れ初めに関しては不明ですが、
結婚してから7ヶ月後に長男が生まれているので、出来婚だったことになります。里見幸太郎さんは、結婚から8年後の1974年に離婚しています。詳しい理由などは明かされていませんが、仕事で忙しい里見幸太郎さんとのすれ違いが原因で、離婚したと言われています。長男の親権は、元妻が持つことになりました。そんな里見幸太郎さんは、離婚から2年後の1976年に一般人の女性と再婚します。一般人の女性ですが、元レスリング日本代表の風間栄一さんの娘で、信子さんという名前だと言われています。馴れ初めは不明ですが、パンアメリカン航空に勤務していて、里見幸太郎さんより13歳年下だそうです。最初の妻との間に生まれた長男は俳優の佐野圭介さんです。佐野圭介さんは高校生の頃から俳優に憧れていましたが、俳優になることは里見幸太郎さんに猛反対されていたそうです。それでも大学の演劇科に入学して、卒業後は俳優座の研究生になります。1990年1月の新春時代劇スペシャル、もみの木は残ったで俳優としてデビューし、里見幸太郎さんとも共演をしました。映画デビュー作の戦争と青春でオリーブ新人俳優賞と日本アカデミー新人俳優賞を受賞しており、演技力では高い評価を受けています。またお父さんと同じく時代劇にも出演する佐野圭介さんですが、それに対する取り組みもかなり本格的でした。なんと創作舞踊団正藤流に入り、所作を学び、それを磨き続けた結果、幹部師範にまでなられたのです。最近の2世タレントで劇団を経験している人はあまりいないのではないでしょうか。佐野さんは地道に演技の腕を磨いていたことがよくわかります。チームワークも学べて良い経験であるとの胸を語っておられますが、反対を押し切って入った芸能界、やはりそれ相応の鍛錬を積んでおられるようですね。ただその内面は、妻である大谷舞子さんから精神年齢が5歳とも言われる、楽しい部分がたくさんある方のようです。昨今の話題作ナウなヤングの皆さんにとっては、フジテレビ系リーガルハイシリーズでの服部さんが思い浮かぶであろう里見幸太郎さん、堺雅人さん演じる破天荒な弁護士小比角健介を支える、何でもできる事務員さんですね。ただやはり里見幸太郎さんといえば水戸黄門だという方々には嬉しいニュースだったでしょう。2021年3月に御園座3月特別公演の第一句、水戸黄門春に咲く花にて、彼の水戸光圀公が帰ってきたのです。気になる助さんと忠さんは純烈のお二人が務めます。前者が坂井和義さん、後者が白川裕次郎さんですね。戦隊もの出身のお二人ですが、ガオブラックとカブトライジャーに警護される、水戸黄門と見るとさらに広い世代が楽しめるかもしれません。里見幸太郎さんもご自身の18番と話したこのお芝居、助さん忠さんも演じた彼はお二人にそのイズムを伝授されたのではないでしょうか。ちなみに第二部は純烈との VS ものとしての歌謡ステージで、イオマンテの夜などを披露されたようです。動く演技に歌声に、まだまだ現役バリバリの里見幸太郎さんは素敵ですね。昔の俳優は先輩後輩で兄弟分のような関係にあることが多かったように思います。里見幸太郎さんと兄弟分だったのが松方弘樹さん、東映でまさに同じ釜の飯を食べていたそうです。里見さんは松方弘樹さんが亡くなった際に、私生活では兄貴とコメントをしています。弟のように可愛がっていた松方弘樹さんの訃報を聞いた時の里見さんの沈痛な思いは計り知れません。松方弘樹さんや高倉健さん、菅原文太さんなど昭和の大スターが次々と亡くなっています。古き良き昭和の芸能界を知る里見幸太郎さんにはまだまだ活躍していただきたいですね。いかがだったでしょうか。里見幸太郎さんの経歴や現在、若い頃に起訴されたエピソードについてまとめました。若い頃に信じられない事件を起こしていた里見幸太郎さんですが、
その後俳優として成功しています。今後も円熟した演技を見せてくれそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。